ラテンアメリカの旅を見たよ。これ映画と言っていいのかわかんないんだよな。まあ、とりあえずなんかラテンアメリカのなんか3、あの3つの国をちょっと、あの実写映画付きで説、こんな国ですよってことを教えてくれるもんなんだけど。まあでも内容としてはね、俺ね、あの、グーフィーの教室シリーズが好きだからさ、あの、なんだったっけ、グーフィーのガウチョだったっけ、なんか、それがね、あの、もうほんと、あの、教室シリーズと同じノリでやってくれてたからさ、それは楽しかった。やっぱね、あの、コメディーが面白いんで。それ以外は、なんだろうね。まあ、ブラジルのあの、サンバの、曲かな、あれき、あれが、サンバの曲が楽しかったけど、なんだったっけ、あれ、ティコティコだったっけ、もうちょっと名前忘れちゃったけど、それが聞いててよかったかなって、あの、で、他には何があったかな、まあ、アンデスの、あの、アンデスのなんだろう、こう、風が強いから人々はみんな前のめりもしくは後ろのめりで歩くのです。あれアニメーションじゃなくて実写で見たかったよ。なんだろう、実写で見てよってところがちょくちょくあった。あともう一つは、あの、なんだろう、飛行機の話なんだけど、あれは正直、うん、そんなに見応えはなかったかな。まあ、この映画40分しかないからね。とりあえず、あの、グーフィーの教室シリーズのやつは見れただけでも結構満足感はあったかな。